ラグビー日本代表は9月15日のパシフィック・ネーションズ・カップ TNC、準決勝でサモア代表を49対27で下してテストマッチ3連勝21日に大阪花園でフィジー代表との決勝戦に挑む今年1月に復帰したエディ・ジョーンズヘッドコーチ HC が大幅な若返りを断行する中でサモア戦は平均年齢24歳代という布陣で 世界ランキングで上位15日時点の相手を乗り越えた。チームが掲げる超速ラグビーに進化を見せた一方で、試合前日にはパリ・パラリンピックで金メダルに輝いた車椅子ラグビーの池幸伸首相がチームミーティングに参加。ラグビーという名称では日本代表最高位を遂げたリーダーが、種目の違いを乗り越えて若き桜の選手たちに伝えた勝利へのマインドセットを考える。取材 ブーンイコール吉田博史サモア戦最多得点での快勝にエディの口調も弾んだまず我々としてはステップアップになるようなゲームでしたこれまで対戦してきた相手以上のチームであるサモアに対して序盤戦をとてもいい形でスタートできた次のフィジーはとても質の高い相手ですいい準備をして臨みたい現実を見据えれば 先発メンバーの平均キャップ数8.8という経験値の浅いサモ相手に同じく12.2キャップの若い日本が快勝したというゲームだった秋のヨーロッパ遠征も断念せざるを得ないほど財政難に苦しむ対戦相手の現状を考えればこの日のスコアは差し引いて考えるべきだろうだがゲームのクオリティが一歩一歩積み上がるのも事実だ